今回の松田の個展はですね、ここ10年で、2年に一度、ここで開催させていただいております。テーマとしては音楽と絵の調和っていうか、その絵がその色面から醸し出すその色の具合と音楽の和音、その調和、要はその色をこう溶かすっていうと、その絵の具を作る人は専門にその赤は赤、黒は黒、白は白専門に作りますけど、絵描きはパレットでそれを混ぜり合わせて自分の色を作っていくわけですよね。でそれが調和、つまり音楽でいうと和音を出さないと、うまく感じないというか、その心よく心地よく感じないわけですよね。それで私は特に絵を描くときはその絵からその和音がにじみ出るように気を使って、描いております。まあそういうことで、まあ方法としては水彩画、それから油、油彩ですね、それとのまあいろんなやり方、これから抽象具象いろいろありますけど、それを総合的に捉えて描いております。でこの色彩の影響っていうのは、私の田舎であるその宣伝文句として、住みたい町、住田町、まあ住みたい町としてアピールしてんですけど、 PR してんですけど、その子供の頃に育ったその山、それから川、それから野原とか、そこに咲いてる緑、それからブルーの空、それの霧に霞んだ風景とか、そういうのが子供の頃からその何気なくその気持ちの中に溶け込んできてくれていたような気がします。それで小さい頃はまあ音楽っていうか歌が得意で、その何ていうかグループの、合唱とかそういうのの指揮をしておりまして、その音のちょっと和音をその気にする気持ちっていうか、それがちょっと芽生えて、その頃の記憶がずっと残っててくれたわけですよね。で途中で、東京に出てきまして、油を中心に絵を描くようになりましたら、筆を持った気持ちがですね、小さい頃に、振り回していた振っていた色棒と重なるんじゃないかと、そういう感じを気持ちとしては湧いてきたんですね。でそれが何て言うか、二次元の色面ですけど、私はその立体調に描くのが苦手でございまして、写実が特に苦手で、やっぱり平面を特に意識して描いております。つまり二次元ですよね。それでその色と色の調和ですけど、なんとなくその物理で説明できない、その F 分の1っていうか、そのまあ宇宙の空間のことですけど、説明できない部分があるみたいなんですよね。で人間っていうのはその気持ちっていうか説明できないとこがあるもんですから、そこでその何て言うかな、絵を見てくれる人に気持ちを持ってもらう。だから主役は
絵をあの描く人間じゃなくて、見てくれる人に預けると。特にあの水彩画はそのにじみとかぼかしとかそういった、それから紙を生かして、字を大事にするっていう、そういう気持ちですよね。で、油っていうのはどっちかというと主役はあの描いてる人で、つまりその主役がやっぱり水彩と油ではやっぱり違うって、そういうなんていうか私は使い分けて描いております。